令和4年4月18日マンデークレイジーナイトをよろしくお願いいたします。夜9時から受付しております。月曜から夜更かしのマンデークレイジーナイトです。本日はご参加、あ、今夜も来てしまったなんか変なおっさんが通りましたけど、6台走行で、やっとあの想定してた感じの参加人数ですね多分今日は第13回ですか。13という数字が効果不効果効果不効果っておかしい。さあ、予選レースはスタッガー方式の2分間を2本行います、では1番山内さんからエントリーどうぞ。山内さんボディがニューカラーになります。かっこいいですね。2番上村さん、3番国保さん、3番エントリー。さあスタッガー方式による2分間を2ラウンド行います。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それではスタートいたします。本日は6台走行。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。最初の1周は低速入っておりません。低速ラインを通過してからの2分間をレースタイム、予選走行タイムといたします。あ、ここから各車3台スタートいたしました。2分間、いい感じですね。 A グループ序盤は3台ともいいペースで走行しております。トップ山内、2番手上村、3番手黒板分とはいえ1位から3位までの間は 1.3 秒ですね。トップ山内選手がニューカラーリムのアウディ RH、 なかなかかっこいいですね。仕上げも本職ですから非常に気合って光っております。さあトップ山内選手は現在1コーナーから2コーナーに入っていく。白地に蛍光ピンクのラインが入ったアウディ R8、 それを追います。2番手上村選手が白いボディマクラーレン P1 DTR、 3番手国防選手は蛍光イエローのマシン。残り30秒、ほぼほぼノンミスですよ。もう最後に大きいのやってくれんやろなもうぶっ飛んでいってもう壁も越えるぐらいの。残り15秒時計は、あー前車いい感じで優先第1ラウンド A グループで走行しております。ほぼ3車綿密状態ですか。あ、もしもし、あと2周は行くでしょう。さあファイナルラップかな。上村選手は現在2番手走行。さあここからファイナルラップ、さあ2番ゴール、いや存在ナイスレースでした。山内選手は11ラップをマークしました。2分10秒77、素晴らしい。いつもの山内さんじゃないじゃないですかニューボディが効いてるんですかね。めっちゃ良かったですね。さあマンデークレイジーナイトレース予選第1ラウンド A 組が終了いたしました。続いて B グループ、操縦台くじ引きでお決めいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。さあ先ほど1回目の山内選手は唯一11ラップをマークしました。はい、全然大丈夫ですよ。
はい、操縦台機嫌になりましたらウォーミングアップランご走行ください。え、大丈夫じゃない音してたね、今。なんか大丈夫じゃない音やったけど、一周、とりあえず一周しましょう、一周。一周しま、デフ緩んでるって、それ。大丈夫かな。ボールデフですか、それ。ボールデフ緩んでますね。緩めセッティングですね。あ、ピットロードね、ピットロード入ってます。はい、では1番玉岡選手計測を通過してください。2番小西選手、3番藤原選手。はい、以上3台。2番ください。さっき A グループがなんかもう3人ともめっちゃ良かったんで、 B グループ期待してますんで。はい、ではマンデークレイジーナイトレース予選第1ラウンド B グループスタートです。スタート、3秒前、1番スタート。絶対緩んでるよ。大丈夫大丈夫。3番スタート。ゼロスタートじゃないんで、決勝までに締めといたら OK ですから。ここは計測入っておりません。そこなんか磁石ついてる。さあ、こっからね。お、さあ、オープニングラップトップで帰ってきたのは玉木選手、2番手藤原、3番手小西。おっと、さあ玉木ミス、これで藤原トップ。さあ藤原がノンミスで2周3周目に入っていく、トップ藤原。さあ藤原選手は現在中央セクション白地にグリーンのツートンからトップ藤原。いいですね、気持ちいいですね。2番手玉吉、3番手小西。さあ藤原選手が最近メキメキと実力をつけてきております。トップ藤原、2番手玉吉、3番手小西。さあ、レース残り時間は時計は35秒ですか。35秒プラス2周というところでしょうか。残り30秒。さあ、残り30秒。現在中央セクション走るのがトップ藤原、2番手玉吉、3番手小西の分か。さあ、藤原玉吉が近づいてきている。 0.7 秒差。さあ、この周で入れ替わったか。 0.1 秒差。トップ玉吉、2番手藤原、 0.1 秒。さあ小西がちょっとミスが続いている。タイムアップ。もしもし。さあ時計の方は2分経過しておりますが、まだもしもし。さあ全車ファイナルラップに入っていく。もしね、もし藤原選手、もし2番、はい、2番ゴール、1番ゴール。はい、お疲れ様でした。トップゴールは玉木選手、10ラップ2分9秒07。いやいや、藤原選手良かったですよ。予選1回目と2回目の間ボールデファス締めていいです。バッテリーは交換してはいけませんが。さあ、1回目の集計結果出ております。
山内選手はキメキメでしたからね。もう行きましょうか、そのまんま。一服は予選終わってからしましょうか。はい、じゃあ、A グループの方、予選第2ラウンド総時代くじ引きでお決めいただきましたら、もうスターティングリードつきましょう。はい、ウォーミングアッププランしてもうてもいいですし、せんでもええですし、もうお好きなように。ウォーミングアッププラン終わったら最終外側で待機で結構です。最終外側で結構ですよ。最終の外側で結構です。はい、よろしいですか。1番山内さん、2番上村さん、3番小久保さんね。はい、スタディマーシャル、ありがとうございます。では参ります。マンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンド A グループ2分間スタートいたします。先ほどは山内選手は唯一11ラップをマークしましたが、第2ラウンドはどうなるでしょうか。まもなくスタート。スタート3秒前。1番スタート。2番スタート。3番スタート。さあ、まずは各社アウトオブラップ。ここからが2分間の計測開始です。さあ、3社2分間のタイムアタックに突入していく。先ほど1回目は3台とも非常にいい走りを見せました。いい感じですね。全員無理してないですね。さあ、トップは、トップ小久保、2番手山内、3番手上村、しかも 0.3 秒、0.01 秒差。もうほぼ同一ペース、電車。おっとー、さあ、2コーナー突き刺さってる、走る車優先ね。さあ、人間が一番優先で。さあ、これで、トップ上村、2番手ここ、山内がちょっとタイムロス。さあ、レースの方は、時計は残り40秒です。さあ、1回目ワンラップ多かった山内選手が2ラウンド目はミスが出てしまった。さあ、時計の方は残り30秒。さあ、現在トップ上村ミス。さあ、これで入れ替わるか。トップ小久保、2番手上村、1.5 秒差。残り10秒。あーっと、サポート下げて。さあ、山内がボールオーバーだ。さあ、ここで時計のは残り2分経過で、残り2周はあるでしょう、おそらく。さあ、ファイナルラップの攻防、トップ国語、2番手上村、0.7 秒。2番ゴール、3番ゴール、はい、選手はゴールです。トップゴールは国保選手。2番手上村選手との差は 0.4 秒差でした。もうフラフラすぎてこっちが吐きそうやった。もう蛍光イエローがフラフラすぎて、もういやいや、でもそれ見事走り切りました。素晴らしいドライビングでした。いやいや、暑いですね。いいですね。さあ、これで国保選手は同ポイント、山内選手と同ポイントで307ポイント予選暫定2位に吸い込んでおります。はい、では続きましてマンデークレイジーナイトです。予選ラウンド2 B グループ、ご準備ください。
はい、B グループの方もウォーミングアップランしていただいても結構ですし、もう最終コーナー外側で待機してください。走らない方は最終コーナー外側で待機です。はい、よろしいですか。1番玉岡選手、2番小西選手、3番藤原選手のカー番号。はい、ではスタートいたします。マンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンド B グループ、2分間のスタッガー方式スタートによる走行間もなくです。スタート、3秒前、1番スタート、2番スタート、3番行ってください。3番行って、それスイッチ入れ直してあげて。はい、大丈夫です。この周は入りませんので、計測通過してから番号関係ありませんので。さあ、これで各車2分間スタートいたしました。そうですね、生かした方がいいですね。おっと、さあ、ミスがあったか。2ラップ目帰ってきて、3ラップ目に入っていく。さあ、トップは小西、2番手玉木、3番手藤原。さあ、マンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンド B グループ。さあ、前半戦は全体的にいいペースをキープする走行3台とも。時計は残り45秒です。さあ、依然トップは小西、しかし玉吉僅差ですね。さあ、 0.7 秒差、トップ小西、2番手玉吉、3番手藤原。藤原もまだまだ悪くない。残り30秒。さあ、時計は残り30秒です。おっと、さあ、ミスが2台。さあ、しかしそれほどタイムロスはないか。さあ、これで玉吉が小西との距離を逆転してトップに立ったか。さあ、2番手小西との差 0.1 秒差だ。トップ玉吉、2番手小西、 0.1 秒差。さあ、これは最後の2周で、あーっと、さあ、小西痛いクラッシュ。さあ、クラッシュ、仕方がない。それはさあ、トップ藤原か。さあ、まだまだ、こっから、こっから、あっと、さあ、ラストラップとなるか、もう1周か。あー、ミス。さあ、もうこれ全く分からない。2番ゴール、1番ゴール、はい、停車ゴールでーす。トップゴールは玉木選手。一周多かったよね、さっき入ってましたね。10ラップ2分11秒80でした。お疲れ様でした。さあ、予選結果出まして、総合結果出ております。ポールポジションは山内選手、予選2位国保選手、予選3位上村選手、予選4位玉木選手、お、藤原選手予選5位ですよ。小西選手同ポイントですので、同ポイントの場合は、ラップ数が多い方が上位となります。国保選手もトップ山内選手と同ポイントですのでね。あ、ナイスレースでした。では、インターバル10分しますね。もうのんびりいきましょう今日は。はい、インターバル10分間です。10分後決勝レースを行います。マンデークレイジーナイトレース、続きまして決勝レースを行います。はい、では山内選手から50台お選びください。決勝レースは3分間周回レースを1回、5分間周回レースを1回。はい、全員ですよ、もちろんもちろん。6台しかいいねんから。予選順で、予選順で操縦台選んでくださいね。
はい、予選ポールポジション。山内選手、2番グリッド、上村選手、3番グリッド、国保選手、あ、ちゃうか、2番国保さんか。山内さん、国保さん、上村さん、玉木さん、藤原さん、小西さんの予選順。5番、エントリー、1番、エントリー、2番、エントリー、6番、エントリー。はい、現在、ウォーミングアップランです。はい、いいですか？はい、じゃあ1番、あ、3番グリッドからね。3番グリッドから。セルフな？3分レースは、ジョーカーレーンなしね。はい。で、ストップルールですんで、ストップかかった時は速やかにお越しにしてくださいね。でもうストップのペナルティはなしでいきますんで。はい、それではスタートいたします。マンデークレイジーナイトレース予選、失礼、決勝3分ラウンドスタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。さあ、緊張か。おっと、一台突き刺さっている。さあ、もう一台。さあ、せっかく予選へとこ出たのに。さあ、これでトップ山内、2番手玉木、3番手藤原、4番手小西、5番手上村、6番手小久保。おお、さあ、暮らし方。さあ、戻れない、戻れない。さあ、その間にトップ山内が逃げる。2番手玉吉。さあ、山内玉吉が2秒差、2秒フラット。3番手藤原、いいですね。4番手国保、5番手小西、6番手上村。いや、これで上村5番手、6番手小西。さあ、トップ山内が序盤からいい感じで逃げている。しかし玉吉がソースマイと 1.9 秒差。まだまだペース的には同じようなペースをキープしているトップグループ。それで3番手争いは、さあ、藤原3番手。レース残り2分です。序盤の1分が経過いたしました。トップ山内、2番手玉吉、3番手藤原、4番手国保、5番手上村、6番手小西。おっと、さあ、トップ山内最終のクラッシュ。さあ、トップ入れ替わり。これで玉吉トップ、2番手山内。ここはほぼセルフノーズコーナー1つ分の距離。3番手争いどうなった？藤原、国保、上村、小西の順。さあ、3、4、5、6も、まだまだ分からない距離。さあ、レースはここで半分経過しました。残り1分30秒。さあ、トップ争い、玉吉、山内が 0.6 秒差。3番手は、距離が空いて、おお、藤原単独。さあ、藤原単独3番手。さあ、ストップ。さあ、刺さってる。落ち着いていきましょう、落ち着いて。ちょっと安全なところに車を置いていただいて。あ、そこ危ないです。そこ危ないんで。ま、前進めていいですよ。前の、いや、そこもダメです。そこは、アウト側行きましょうか。先の。アウト側、もうちょい先のコーナーのアウト側に置きましょう。そう。もう絶対安全だと思う。大丈夫、もう落ち着いて。藤原さん、このまま見たら3位ですよ。はい、ちょっと車やばい向き向いてるけど大丈夫かな。はい、それではスタート。さあ、落ち着いていきましょう。残り40秒。トップ山内、いや、トップは山内やね。2番手玉吉。さあ、ラップマーカーが入り乱れて残り30秒。2番手玉吉、3番手藤原。おっと、4番手入れ方が。さあ、これで4番手上村、いや、4番手国保。さあ、国保上村の4番手争いだ。おっと、さあ、トップ山内、最終で2度目のミス。さあ、残りは10秒、残り10秒。さあ、で、まーっと、テントン、さあ、クリア。さあ、残り5秒、4、3、2、1の、タイムアップ、ゴール、ゴール、ゴール、国保、上村、今週ゴール。
ゴールゴールゴール相手者ゴールってトップ山内に0.04 秒差。そして、国防上村小西は 0.4 秒の間に3台。藤原選手お見事3位ゴールです。あー疲れた、もう最後30秒で。どうしよう、このまま5分いきますか、ちょっと休憩入れますか。このままいきましょうか、もうこのままいきましょう、このままいきましょう。じゃあグリッドついてください。いやいやいや、さすがマンデークレイジーナイトレースというレースでした。さあ決勝レース、3分間が終了しまして、じゃあ電話の間ちょっと休憩してください。決勝レース、新規作戦、これ合計ポイント制ですんで、ということはジョーカーレーンもね、どうしましょうかね。もうジョーカーレーンも1人1回ずつですか、全員。なぜもう藤原さん3位ゴールできるぐらいだからね、もうみんな同等ですよね。じゃあ小西さんだけショートカット2回 OK なんで小西さんだけショートカット2回 OK ですね今日は。小西さんは2回ショートカット OK ね。ただここのショートカット超むずいんで、あのいっぺんちょっと練習で行ってみてください。ショートカット、はい、どうぞ。ここねもう超ゆっくり、おまうま、多分でも本番だったら無理なよねこれショートカットなかなか今回効きますからね。で、他の方はショートカット1回、ロングライン1回ね。で、こっちもちゃんとチェック一応します。さあ、盛り上がってまいりました。じゃあマンデークレイジーナイトレース決勝。第2ラウンド5分レース、スタートいたします。スタート、10秒前。スタートしました。もう今日ややこいんで3分ルールもなしで、おっと、さあいきなり小西選手が一発目トップに立った。さあトップ小西、2番手山内、3番手、おっと、さあクラッシュがあったが生き残っている。さあこれでトップ勝て、山内抜けてきた。2番手玉吉、3番手上村、4番手小西、5番手藤原、6番手ここ、はい、いいレースになっております。序盤サングラス曇ってきた大丈夫、心の目で見て。さあトップ山内がロングランを終了と。さあここは何やってモテる、ここ映ってるかな、映ってるかな。さあ国防藤原ロングラン終了ね。国防藤原で小西もロングラン終了。だいぶタイムロスしてるけど、さあ玉吉もロングラン終了。さあレース残り時間3分40秒、まだまだレースタイム残っております。トップ現在上村、後半ね、おっと、もう使っちゃいますか。はい、これで全員ロングランは終了。あと残ってるショートカットだけ。
全員1回ずつですね、ショートカットね。現在トップ、お、上村変わらずですか、キープですか。2番手玉吉、3番手小西、4番手、あっと動くね、はい動く。さあ3番手小西、4番手山内、5番手国宝、6番手藤原。ん、山内4連か。さあママ残り3分です、残り3分。あーっと、さあショートカット玉吉終了、残り3分。さあレーサー残り3分。あ、山内さん多分一瞬抜けてんのこれ。さあ残り時間は2分40秒。さあトップ入れ替わっているか、玉吉トップですね。ショートカットをうまく使いました。あ、さあストップ、ストップはい、安全な向き向いてくださいね、車。大丈夫です、大丈夫ですよ。はい、全然 OK ですよ。いきますよ、はい、スタート。2分20秒、残り2分20秒。さあこれで小西がポジション上げたか。トップはね、山内ですね、トップ山内。2番手玉木、3番手上村、4番手小西、5番手ここ、6番手藤原。さあ上村がショートカット終了。さあこれでポジション上げたか。あーっと藤原がショートカットでちょっとタイムロスだ。はい終了。さあ残り1分45秒、まだまだレースタイム残っている。トップは依然山内、2番手玉吉、3番手小西、おっと危な、4番手上村、5番手ここ、6番手藤原。さあ残り時間1分30秒。おっとっと、さあ中盤危なかった。さあ依然トップは山内、2番手玉吉が5秒差ですね。大丈夫、山内さんがぶつかってくれるから。さあ国母がショートカットを使ってポジションどうだ。国母が終了さあ残り1分です、残り1分。さあ一戦トップは山内、2番手玉吉。さあでも見えてきたねこれでね。さあ山内玉吉が2秒、いやミスター。さあ藤原上村、あっと山内がショートカットでやってるよ。さあしかし抜けた。さあ抜けてる。さあ残り時間は30秒です。さあ前者ジョーカーレンも消化しまして、トップ山内、2番手玉吉、3番手小西、4番手上村、5番手国宝、6番手藤原。さあ残り時間は15秒。残り10秒残る。さあ各社あと2周というところでしょうか。さあファイナルラップに入っていく。さあここで5分経過、次からゴール、田口ゴール、小西ゴール、藤原ゴール、ゴール、ゴール、はい、前者ゴールでーす。トップゴールは山内選手。さあこれでまあまああの集計もありますので、え、国語さんなんか真ん中11ラップ、これ多分1周ミスカウントやな。11ラップ目そんな2周分止まったことありました？ないないな。ほんなこれ国語さんがミスカウント、ちょっと順位変わりますね。こうかな、ちょっと一応プリントアウトして総合結果は少々お待ちくださいね。ちょっとミスカウントっぽいのがあるので、そうだな、もう4分かけよ。いやいや、そういうわけにはいけません。上村さんもなんかミスカウントっぽいんだよね。
そんな感じかな。まあ、分かんないですけど、まあ、適当ですわ、これになると言うと。はい、集計だけ出します。はい、総合結果、集計出ております。今日も山内選手が、決勝は蓋を開けてみれば、独走レースとなりました。お疲れ様でした。マンデークレイジーナイトです。終了です。また来週。